This is where it all started, where the old guard recapture the excitement they felt when they first started out, and newcomers explore the history of their passion. These bikes made history and rewrote the rule books, giving form to designers and riders' wildest dreams. The bold lines have been tinkered with over the years, but they never go out of fashion and represent the origin of the species. Riding them, you'll understand how each model is the key piece of a larger puzzle, the crucial element of an equation that adds up to the history of motorcycling. はい、本日も PC ゲームバイクレースゲームライドのワールドツアーを撮っていこうかなと思います。はい、本日は、はい、ヒストリックスーパーバイクス、こちらのですね、ワールドヒストリックバイクス、スーパーバイクスですね、スーパーが抜けちゃいましたね、のチャンピオンシップ2を撮っていこうかなと思います。本日は参戦、これが終わればようやくって言っていいのかな、ワールドヒストリックスーパーバイクが終わりまして、次がモダンスーパーバイクということになりますので、そしてはちょっと苦手意識が強かったこのヒストリック、過去のバイクっていう感じですかね、これが終わるというのはちょびっとだけ喜ばしいです。もちろん過去のバイクは悪いもんじゃないよっていう意見もわかるんですけども、やっぱりどうしてもね、そういうのは好みがあって、そしてはちょっと苦手かなという感じですね。動画見ていただくとお分かりかと思うんですけども、今A 列車で行こうでも何でもなくて、 H アワーっていう戦争ゲームの生放送ですね、2回撮ってまして、また撮んなきゃっていう気持ちになっているわけですけども、なんでそこまであれに固執するかというと、そもそも寿司が何でしょうね、ネットゲームを始める原因になったゲームがベースになってまして、それが2年前になるんですけども、 PS2 も今となっちゃほとんど稼働してないんじゃないかっていうね、プレイステーション2で発売されたソーコムというね、やっぱり同じような TPS の戦争ゲームがあったんですけども、こちらを偶然買って、偶然インターネットにつなげて、そこで出会ったユーザーと仲良くなって、本当にね、売れてないゲームで人数は少なかったんですけども、その濃いメンバーの中で遊んでるうちにネットゲームっていう楽しさを知って、以来オンラインで遊んだりうんぬんっていうことをやってたり、それが元でなんだろう、そういう仕事につながったりですね、でそういうベースがあったんで、パソコンって家庭用ゲーマーからすると仕事するもんじゃんとか、とてもゲームするものっていうイメージがなかったんですけども、まあ、そういうきっかけがあってパソコンゲームっていうものを知って、やって関わっていろいろやって今に至るっていうね、すごい大事な、なんでしょうね、ターニングポイントにもなり得るゲームがですね、会社変わって12年の中でいろいろ激動を迎えて、本当にね、不運な会社なんですよ、ジッパー社っていう会社がですね、ソニーの傘下にいたのが、なんだろう、ソニーのせいでもあると思うんですけどね、なかなかコアなファンがいたにもかかわらず、発売した日にネットが落ちて障害があったりで、ユーザーが離れていってしまったり、まあちょっと出来の悪いものを作ってしまってユーザーからバッシングを受けたり、いろいろうんぬんかんぬんっていうのがありまして、ちょっと何年前か忘れちゃいましたけども、ジッパー社が解体させられてしまって、ただその中でもまだ作りたいというスタッフがキックスターターを経て H アワーっていう新しいものをぶち上げてですね、中身はそのソークの1、2あたりを、意識したというかベースにしたゲームコンセプトということで、キックスターターの資金が集まりまして、で音沙汰なかったなと思ったら Steam でアーリーアクセス版の販売が始まりまして、2480円なんですけども、
こちらが始まったということで大変お世話になったゲームでもありますから、内容がどうであれ買わなきゃいけないなということで買いまして、で昨日初めてやって今日やってみたら、やっぱりそのユーザーがねライドより全然少ないですよね。本当に対戦できるかできないか瀬戸際だっていうぐらいの人数しかいない時間もありますし、もしかしたら今の時間はユーザーがゼロというか、もう対戦すらままならない状況なぐらい、やっぱりねマイナーなゲームというか期待されてないのか分かんないですけど、失望を買ったのか分かんないです、そういう状況なので、まあ、なんとかね少しでも知ってもらいたいなっていう意味で、まあ、日記みたいな形で毎日ライドもそうですけども、あの定期的に、アップしてって、少しでも興味を持たれるユーザーの出現を願うのと同時にですね、あのいいゲームになってくれればなという意味で、ちょっと向こうは生配信をしていきたいなと思ってますし、じゃあライドはやらないのかっていう話になりますけど、ライドももちろん今取り始めのようにライドはライドできちんと、MotoGP15 がね発売されるまでに終えられるように頑張りたいと思いますけど、ちょっとそこはねあの保証はできませんので、途中で終わってしまったら最終回はちゃんと、途中であっても宣言させていただきたいなと思いますし、一方の MotoGP15 はねとうとう予約が始まりまして、今日あの昨日かな寿司は見つけて、15の方ウォッチリストに入れたんですけど、ね、1ヶ月と1日と8時間ということで、それまでにライドを終わらせないといけないというね明確なタイムが出てきてしまったので、こちらもタイムアタック状態なんですけども、皆さんにね少しでも快適に見ていただけるように、タイム出しとかね今までやってきたことは全て、手抜きをせずやっていきたいですし、まあ、音質の改善とかねちょっと前々回から発生している問題等も、できるだけ創意工夫を持って、ノイズが減るように頑張っていきたいですし、予算さえつけばちょっと改良の方を加えてですね、なるべく見ている方が見やすいようにはしていきたいと思うんですけども、限界があるということはまずご了承いただきたいなというような形で今日もですね、レースの方やっていければなと思っておりますということでですね、ヒストリックスーパーバイク、こちらカテゴリーの最終章、ワールドヒストリックスーパーバイク、こちらのですねチャンピオンシップ2を、取っていきたいと思いますので、レースで見たいという方はぜひタイム出ししておきますので、そちらのタイムまで進めて効率よく見ていただければと思いますし、前編通して見たいというなんかすごいなんだろう、なんとも言えない感謝しかないんですけども、すいません雑談がいつも長すぎて申し訳ないなと思うんですけども、そういう方がいらっしゃいましたら、最初から最後まで見ていただいて、ご意見とかご要望とかいろいろございましたら、言っていただければ、検討させていただいて、なるべく反映できるように努めさせていただきたいと思いますので、本日も一つよろしくお願いできればと思います。では早速ですねレースの方に行ってみましょう。
はい、ということでチャンピオンシップ2参戦ですね。こちらを取ってみました。なんだろうな、なんだろう、面白いですねライドおめえそんだけ僕言ってて何言ってんだこの野郎みたいな感じになっちゃうんですけど、なんでしょうね、まあ、市販車じゃないですか乗るのが基本的に。でそれをカスタムしてって、カスタムするのにじゃあリアルだといくら、おいくら何十万円っていうね、下手したら何百万円ですかっていうものをゲームで気軽にポンポンポンってつけられるっていうのもなかなかなものですし、あとはね、日本は神社っていう、神社か巣郷なんであれですけど、例えばね自分の地元の町をレース場にして、ノースウェルスとか、さっきの今のことも忘れちゃいましたけど、そのね街の中を走るっていう行為に対してもリアルではできないですし、できたとしてもやめた方がいいしね、仮に万が一事故ってもこれはもう一回リスタートすればいいけど、リアルだとリスタートって人生ないので、死ぬか半身不随になるか五体満足をやめてもらうか、いろいろね、バイクってやっぱり生身でむき出しで乗ってるんで、そういう速さを求めたいって言ってもどうしてもねリアルでやるには危険すぎるし、法も犯すしで、できないことをライドって気軽にできちゃうんで、そういうところ面白いなと思いますし、あとはなんだろう、例えばね、3戦目のコースみたいに壁に向かって猛スピードで突っ込んでいく、なるべくブレーキもアクセルも戻したくないみたいな、そんな我慢比べもねこういうゲームでしかできませんので、そういうところはねやっぱり挑戦してみるっていうのは面白いなとは思うんですけど、でもやっぱ怖い、ゲームでも怖いかな。まあ吹っ飛んだって怪我はしないんですけど、やっぱり吹っ飛びたくもないですし、でもやっぱり吹っ飛んじゃうし、でこれやっぱねリアルじゃできないよねっていうところではライドの良さがね出てるのかなと。まあ、実際に乗ったことないのでどこまで忠実なのかも分かりませんし、どっかの誰かさんが実は設置感かって言われたって何も知るかって話ですけど、設置感に関してはね、なんて言うんでしょう、MotoGP とあんま変わらなくねっていう感じもありますし、 MotoGP よりもトラコンとかアンチホイールとかある分楽になってんじゃないのっていう部分もあります。一番はねタイヤがねへたれないんで楽ですよね。こっちはひたすら多分ベストな状態のまんまを保つんで、いくらでもスライドさせようと思えばさせられるし、へたりがないんでスライドしてそのまんまグリップなくてつるむのはないですし、そういったそのグリップ管理をしなくていいっていうのはすげえ楽かなっていうのはありますね。まあそれはね人によってその良し悪しがありますし、ライドのコンセプト自体が初心者向けというかライト層向けにバイク乗ってみようよ、いい乗り心地でしょみたいな感じのコンセプトなんで、まあタイヤまでねそんなに気使わなくてもいいと思いますし、元みたいに車体ダメージも考慮して乗らなきゃいけないってこともないので、もうすごい手軽ですよね。手軽にそういう行動を走って改造して、出せるだけ速度出して限界見つけてここまでかみたいなねものを知るっていうのは非常に面白いんじゃないかなと思います。でなおかつなんでしょう、なんだろうな、まあペイントもできますしね、本当にね悪いゲームじゃないんですよ、データの重さ除けば。あと途中でクラッシュするのとかね、いろんなバグ除けば、バグと設計がしっかりしてればもっとより面白い、本当に唯一無二のバイクレースゲームなのかなと思うんですけどね。ダートラとかそういうのはいっぱい、まあぼちぼち他にもあったとしても、このネイキッドスポシャーとかね、モト GP みたいな狙い撃ちっていうのは本当にもう唯一無二のゲームなのかなと思うので、残ってほしいですしね、できればライドのようにモト GP も日本語化してくんねえかなっていうのもありますし、そういうのあるから撮って一人でも多くの人に見てもらいたいし、別にリアルにねバイクを乗れとも寿司は言いませんし、乗っても危ないだけっていうのは一理ありますしね。ただバイクレースゲームは手軽だし、バイクの面白さ少しぐらいは分かると思うんで、特にフロントとリアのブレーキのかけ方とか、どういうバンク角からブレーキ、フロントをブレーキかけながら
コーナーに進入していくとスムーズだとかね、どのタイミングでそしてリアでスライブレーキかけてスライド入れるかとか、そういうのね、あの車とはまた違う面白さがありますんで、まあ、面白いって言ってもコントローラーでやってんじゃんとかいろいろありますけど、ただね、あのやっぱりバイクのそういうのを知らないと、もうお寿司の場合そうでしたけど、MotoGP13 からやり始めたんですけど、曲がれないしまっすぐ走れないし訳がわからん状態なんですよ。やっぱり慣れてくるといろんなことが分かってくるし、そうするとセッティングとかもね、ちょっとこここうしてみようかな、してみようかなとかねっていうのもありますし、ギア比に関しては何が違うのって最初思うんですけど、スリップストリームとかをやって6速使い切って、やべ最高速伸びないみたいな、そういうものもやっていくと分かってきて、じゃあこここうしようみたいなものをガチャ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 いじってると、なんか元にあったセッティングとは全然別物で乗りやすかったり、で乗りやすさとかもさすがどうこうも最初は分からないですけど、どんどんやっていくうちにちょっとしたね、デコボコでバウンドする時のそのショックを吸収してくれるセッティングとかもできてくると、おーってなったりね、そういう面白さがバイクレースゲームあるんじゃないかなと思いますんで、まあ楽しみ方は人それぞれなんですけど、全くね機械音痴な寿司が初めて見たバイクゲームがこれで、そのセッティングとかわけわからんっていうのでいろいろ調べてググって、アンダーセアだオーバーセアだうんぬんかんぬんってやってきて今に至ってて、まあまあ、 あのバイクレースゲームって面白いなと思って、いろんな人に知ってもらいたいし、日本はね特に有名なバイクメーカーがもうね4社ぐらいいますから、そういうお膝元でこういうゲームが日本語化されないっていうのもちょっと嫌だなっていうのもありますしね。ただ乗り方をねリアルで間違えれば、それは一般の人からすごい嫌な目で見られますし、自分の命をねそもそもしかねないので、そこら辺は注意しなきゃいけないんですけど、バイクレースゲームだけは別にね、どんなが走りをしたって誰も迷惑かかりませんので、本当にねまずリアルで乗る運動よりも手軽に遊べるバイクレースゲームからバイクに入ってみるっていうのも、この21世紀の入り方としてはいいんじゃないかなと思うので、あの一人でも多くの人にですね、こういうゲームがあるというものを知っていただいて、なんだろう、命を失わないけどエキサイティングの面白いバイクレースゲームがあるということをですね、ぜひ知っていただけると、寿司としては撮ってて見ていただいてありがたいかなと思う今日このことです。すいませんね、また小言が多くて、はい、ということで、話に戻りますけども、ヒストリックスーパーバイク、こちら全セットが終わりまして、いや終わった終わったって感じなんですけどね、終わりまして、次回からはちょっとここをクリックしちゃうとムービーが流れてオープニング使えないので、クリックは今回できませんが、次回からはモダンスーパーバイク、こちらをですねやっていこうかなと思います。2015年モデルの M1 乗れんのかな、俺これ乗りたくてずっとやってんだよなっていうね、いよいよちょっと期待したいところなんですけど、どうなんだろうな、乗れないのかなまだっていうね、また次回もすぐなるべく早く撮っていこうと思いますので、興味がある方はぜひですね、モダンスーパーバイクこちらの方を見ていただけると幸いでございます。何か要望等あれば、コメントなりツイッター等いろいろあのやってますので、そちらで、メッセージいただくでも何でもいいんで、言っていただければ検討させていただいて、改善できるものは改善させていただいて、質問等あればお答えできる範囲でお答えしていきますので、お気軽にいただければと思います。ということでですね、 PC ゲームバイクレースゲームライド、ワールドイベントを撮ってみました。ありがとうございました。はい、それではですね、本日、ご紹介させていただいたライドの買い方 PC 版ですねの方を、ちょっとご紹介させていただこうかなと思います。まずは、Steam も知らない人もいるかと思いますので、念のため、そこから行こうかなと思います。使っているブラウザーで、Steam って打っていただくと、まあいろんな検索結果が出てきて、こういう画面クリックしてもらうと出てくると思うんですね。でこちらで出していただいたらですね、右上の方に緑色で Steam インストールっていうものがありますんで、インストールをしていない方はまずこちらインストールクリックしていただいて、PC に Steam をダウンロードしてください。で終わったらファイルの方を開いて、インストールという感じですね。でその後、アカウントを作ったり何やらして、Steam のソフトを立ち上げてください。今回はウェジの方でやっちゃいます。で、全部終わったらですね、検索画面に、ライドと打っていただきます。よいしょ。
そうするとですね、一番上にライドと出てきましたので、クリックしていただくと。で、そうするとですね、Steam の、中のライドの、ショップっていうんですかね、なんて言うんだろう。まあ、そういうライドの、スペースというか、そういうところがありますので、そこが出てきます。で、こんな感じでプロモーションムービーがあったり、画像があったりっていう形なので、おお、これを見て、おお、面白そうじゃん、買おうかな、みたいな風に考えてもいいんじゃないかなと思います。で、下の方ですね、ホイールスクロールダウンしていただくと、ライドゲームを買う、ライドデジタルデラックスエディションを購入する、シーズンパスを購入するというものがありますので、本体だけ欲しい方は、4580円の、このライドゲームを購入する。なんだライドゲームってちょっと不思議ですね。 で、なんかいろんな、まあこれに関してはちょっと欲しい人は自分で調べてもらうしかないんですけども、デジタルデラックスエディションいろんなもんごちゃ混ぜセットっていうものもありますんで、こっちの方がいいよっていう人は6500円てください。で、シーズンパスっていうのは、このゲーム用のダウンロードコンテンツっていうことで出てるんですけども、まあ、これからもダウンロードで追加の写真とかコースが出てくるかもしれませんので、まあ、それが細々と398円とか1000円とかいろんな値段で売られるとは思うんですね。で、それらをシーズンパスを1480円で今のうちに買っとくと、後々出てきたダウンロードコンテンツは全部お金を取らないで自動的に、買った皆さんのパソコンにもうダウンロードして起動した時にインストールして遊べるようにしとくよっていうような便利なものですね。ただ、1480円より下回る可能性も、例えば、このゲーム用のダウンロードコンテンツで今2つ出てるんですけど、これで終わりになってしまうと、まあ、39%39%で約400円として800円なので、1480円でもし買ってこれで終わりになると明らかに損ということにもなりかねなくはないので、まあ多分それはないと思いますけどね。なので、ここら辺は、現状単品で良ければライドゲームを購入するだけの4580円だけ払う。でも、すでにこのゲームのダウンロードコンテンツで、ヤマハのヒストリカルバイクス、まあ、昔のバイクだとか、ヤマハの2015年モデルのバイクがもう欲しいんだっていう人は、単品で買ってもいいし、その後のコンテンツもどうせだったら買うから、っていうことであればシーズンパス買っちゃってもいいのかなという形ですね。まあ、その前提の前に、このゲームちょっとやってみないとわからないという方は、ライドゲームを購入するの右の方行ってもらうと、デモダウンロードっていうものがありますんで、こちらダウンロードしていただければ無料で、ネバダ2コースを楽しむことができますので、まずね、やってみるのがいいんじゃないかなと思いますね。はい、そんな感じでしょうかね。まあ、あとはここら辺にシステム要件とかに入ってますんで、まあ、見ていただいて、条件に合ってるんだったら買われるでもいいし、合ってなくても買うからいいしっていう人は、まあいいですけども、まあぜひ参考にしてみてはいかがかなと思います。はい、ということでですね、本日は、PC ゲームライドの Steam で買うを撮ってみました。ありがとうございました。